高橋ドライブです。フェイントアタックキックアウト、もう一度外パスワーク、ハレルソン3ポイント、ショットクロック5秒、ハレルソンの3です。一気にインサイド入って、村上ここも自分で決めるか、落ちている。ただリバウンドエチェニキでした。村上の落ちたボール、一度第1クォーター1分切っています。エチェニケドライブで入ってワンハンダンク、スナイのドライブから金田、前に橋本ついてスピンムーブから金田、お素晴らしい身体能力この金田で、ここも落ち着きながら外からつないという形を作っていきました。エチェニケ力強いドライブ、エドワー、そしてボール村上コントロール、一気にペイントエリア、ブロックショット、ドロハラブロックショット、素晴らしいディフェンスから目まぐるしく、ここはハミルトンが入ってきて、ポストアップからフェードアウェイショットで落ち着いてハミルトン決めていきます。ハミルトン2桁乗せました、11得点目。バンスパスハレルソンに入った、エンワー、ハミルトン体を当てながら、ここはスピライルのプレッシャーあったんですが、ハミルトンが決めている、2点差。このポゼッション重要になってきます。スプライルがついているハミルトンからディメッツワンハンド、アリウープワンハンド、これが決まって並びました、56対56、得点並んで、さあ福島このポゼッションはどうだ、パスに変えてエチェニケが入っていった、エマー、ここもエチェニケワンショット獲得。松崎、金田が外で受けていく、ハミルトンのスクリーンから金田が、金田が決めた、入っているんですが、後半になるにつれて接戦となっています。菅野1人かわして3コーナー3、菅野松崎をかわしの見事な落ち着いたこのコーナー3です。松崎ペイントエリアからのショットは落ちていく、ディメッツリバウンド、プレッシャーかかる、ハレルソン、ハレルソンのディフェンスアウトオーバンスです。長谷川、ここは体勢を崩しながら中に入っていく、エッチに怪我、最後フォロー、長谷川かなりリフレクション、ドーハナリフレクション残した、松崎、そして谷、ゴール下にハミルトンがいる、谷のスリーポイント決まった。そしてハレルソンがボールを持って、これで試合終了です。福島ファイアーボンズ B2 通算これで200勝達成、そして今シーズン